ホッケンハイムリンクの BMW2014 年のドイツツーリングカー選手権は2000年に再開したドイツツーリングカー選手権の15回目のシーズンである。5月4日のホッケンハイムリンクで開幕し、10月19日の同地での最終戦まで全10ラウンドでタイトルが争われた。BMW チーム RMG のマルコビットマンは安定した戦いでポイントを重ね、 2位に50ポイントの差をつけて参戦2シーズン目にしてタイトルを獲得した。ビットマンは開幕戦のホッケンハイムで優勝し、ハンガロリンクで2勝目を挙げた。その後は、レッドブルリンクとニュルブルクリンクで勝利し、ユーロスピードウェイラウジッツでタイトルを確定した。ランキング2位となった、アウディスポーツチームアップとスポーツラインのマティアス、エクストロームは終盤2戦。 ザントホールドとホッケンハイムリンクで勝利を挙げた。アウディが挙げた勝利は、この2勝のみであった。もう一人のアウディドライバー、ディフェンディングチャンピオンのマイク・ロッケンフェラーがランキング3位に入る。ロッケンフェラーは2位に3度入賞したが、勝利を挙げることはなかった。ビットマンのチームメイト、マキシム・マルタンは、モスクワで勝利を挙げ、ファノ・ロバート・ウィケンズが、ノリス・リンク、クリスチャン・ビエトリスが、 オッシャースレーベン、パスカルウェイレインがラウジッツで勝利した。ビエトリスとウェルレインはそれぞれ初優勝であった。全10戦の暫定カレンダーは2013年10月16日に発表された。中国ラウンドは9月28日に、広州市街地サーキットでの開催が予定されていたが、サーキットの設置に必要な変更が、当初の計画より、はるかに大規模なものであることが判明し、 7月に中止が発表された。その結果、大体ラウンドは当初の日程でオランダのザントホールとで開催された。ありがとうございます。